十和田湖から流れ出る奥入瀬川。岩や樹林をかき分け、滝や清流をなしながら、十和田湖畔根の口から焼山まで約 14km 続くその川の流れが奥入瀬渓流です。特別名勝、天然記念物として、国の指定を受けて保護されており、滝や清流、岩など、たくさんの見どころがあります。石毛戸に車を置いて、雲井の滝まで、約 2.6km、1時間程度の散策です。石毛戸は、巨大な二つの岩が巨木にもたれるように立っています。石毛戸の背には、様々な岩や地形があり、川の流れは、場所により緩急が異なるのが特徴です。八甲田の火山活動の際に生まれたマカド岩は、国道に覆いかぶさるように立っており、今にも崩れ落ちてきそうな迫力があります。阿修羅の流れは、奥入瀬渓流を代表するともいえ、テレビや雑誌、ポスターなどでも頻繁に紹介されています。鬱蒼と茂った木立の間を、その名の通り、激しく流れる水が作り出す景観は、とてもダイナミックです。九十九島は、大小様々な島が、緑の草木や苔で飾られ、大変美しい場所です。平成の流れは、平成11年の崖崩れ後、流れが狭められてできた新名所です。目立たない名所ですが、飛び金の流れと言います。激しい流れが飛び跳ねているような感じです。血筋の滝は、糸のように繊細に流れている姿が美しい滝です。雲井の滝は、鬱蒼とした森林に囲まれた断崖から、三段になって落下する、高さ20メートルの滝です。水量も豊かで、渓流沿いにある滝の中でも、見応えのある滝の一つです。雲井の滝で、石毛戸に引き返し、車で銚子大滝に向かいます。銚子大滝は、横幅約15メートル、落差7メートルと、奥入瀬渓流最大の滝です。この銚子大滝のせいで、十和田湖に魚が登ることができず、長年魚が生息しない湖だったと言われています。多くの滝があることで知られる奥入瀬渓流ですが、本流にある滝はここだけです。